わかりました。うん。ああ、どうしよっかな。まあもう一個あげとく。うん。精神向こう来た。絶対これは使える。マハムドだな。はい、裏コモが暴れ始めた。はい、呪われた。一旦これは戻らないと。次神経向こうか。うん、精神と神経でも両方つけるとさすがにな。うん、精神でいいべ。うん、とりあえずじゃあ一旦切ります。しゃあ、というわけでやるぞ。ててーん、あ、全勝。うん、というわけでですね、サラスバティをついに外すっていうか、外すができるんですよ。ちょっと拾ってきたモスマンで、大国主もいいんだけどな。うん、こいつメディラが持ってんですよ。というわけでちょっと回復要因に、うん、何がいいかな。イービルアイか。まあ、チャクラとどうしよっか。チャクラ、リカーム、タルカジャメ、パトラあたりかな。4個か ?3 個か。どうしよう。まあ、チャクラ確定なんだよな。うん。うん。衝撃無効とか覚えるんだ。氷結に弱い。よし、一旦ちょっと切ります。どうしようかな。ほんでね、うずめがね、あんまりあれなんだよな。エリスとか、うずめ、あれにしよっか。生贄合体にしよっか。うん。ちょっとやってみよう。ソースとでも回復要因がまた、ああ、じゃ、どうしよっかな。うずめでなんかできるかな。項目点か。回復、項目点回復要因って結構謎だよね。いいかな、でも。ベリスだと、ちなみに。うん。ベリスでも40なんだよな、レベル、こいつ。うん、さて、どうしようか。まあ、とりあえずもう一匹なんか捕まえてきて。まあ、どうしようか。手があれか。サラスバティで、なんか作って、で、バーチャーとかもできるんだ。うん、もう一回下ろす、最悪。うん。あ、でも、うずめ置いとく。あ、もうわかんねえ。いいや。とりあえず一旦切ります。とりあえず、まあ、いろいろやった結果、まあ、これが、まあ、これでいいかな、という感じで、やっていきましょう。はい。捧げてみよう。うずめ47になるぞ。やるか。増えた。で、えいってやると、えい、すげえ、ぐちゃぐちゃになった。あ、なるほどね、こういう風になるのか。なるほど。なんかじゃあ別の合体でやった、使った方がいいのかな。うん。すげえな。怪人メパパ、はあ、なるほど。あれだな、本当に、だから、ペルソナの三神合体みたいになるんだな。うずめ。すげえな。そっか。じゃあ、なんか他んねえかな、じゃあ。うずめを使ってっていうのじゃなくて、
なんか適当に作って、そんであれだ、うずめとかあれか、生贄合体って感じなのかの方が良さそうだな。うん、てかまたやり直さないと。うわっ、そうだ、やり直さないと。くっ、まあいろいろ考えた結果、やっぱりまあせっかくなんで生贄合体をしようかと思って、でまあリカームとチャクラと聖典が入ればいいかなと思ってて、うん、いいかな。うん、どっちも誘惑持ってから誘惑こんな出やすかったのか。まあ本当はまあメディア、まあ、うん、メディラマ誘惑のところがぐちゃぐじゃない、不足だったらね、あれだったんだけどね。まあでもチャクラついてからいいかなと。誘惑は真っ先に消そう。うん、え、あ、そっか、3、あ、47になるからダメなんだ。すいませんでした。どうしようか。じゃあ普通に外すにします。結局もう一回作り直しじゃねえか。あ、上がるのもダメなんだ、合体で。1時間ぐらいやってて、まあ、チャグラとリカーも欲しいなと思ってて、まあ、ぶっちゃけホルスがいるんだけど、まあ一応まあ保険で、うん、まあこの技の中からだったら、まあタルカジャ、ネパトラとかあったんですけどね。うん、いやー、アニメ2本見ちったよ。まあ、誘惑どうなんだろうね。男の誘惑は女キャラに効くのかな。うん、わかんないけど。でもなんだったっけ、でも大国主がなんか口説き落としみたいなの持ってたから、ちょっと無駄スキルかもしんないんですけど、ちょ、この2個は入れたかったんで。ちゅうわけで、で、いや、ケニエはダメだったっす。はい、出会って事故起こんだよな、きっと。いや、なんないのか。なんかブーブーってなってたよな、前なった時。見るか、サラスバティ、ありがとう。あ、なった。ここでなるのかって、どうなるんだ。おトロール、ちょっと待って、こいつどうなってる。なんとなくそんな気はしていたのだよ。ダメ。これダメ。これしかし、まあそうだよな、生贄やんないならフルじゃなくてもいいんだよな。ちょっともう、くっそ、もう一回作り直すの。昼休みの時間がなくなりました。で、よく考えたらさ、スザクもリカム持ってたわけで、3体はいらなかったんだよね。トルカザ、チャクラ、イビルアイ、うん、この辺がまあベストかなと、まあいろいろやってたんですけどね。うん、まあ、メパトラが入ればいいかなと思ってたんですけど、まあいいんじゃねえかなと。どうしよっかな、ほんで、うん、オッケー、うん、外す。で、うずめどうしよっかなと思ってんですよね。ディオニソス、ディオニソスができる。マーラギオン、何、酒の宴って何、そんな技もあんのか。え、ベリスでパワーできるんだ。悪くない。ただベリスはそのまんま、うん、エリゴール、ポンコット、うずめな、どうしよっかな。なんか適当なやつ捕まえてきて、それと組み合わせて、さらにそれを何かにくっつける要因にしようかな。
ていう、うん、正直なうん、オンコって今結構強えかな。まあとりあえずこんな感じですね。まあ、またモスマンあたり拾ってきたら、まあバフォメットになったのかな確か。ほんでそれをさらに何かにくっつけるみたいな感じで使おうかなと思います。今はじゃあこのまんまで回復要因をっていう感じにします。でいいかな、うん、リフトマン神々しいぜ。デクンダ覚えたんだよな、激アツやないですか。ちょっとボス用つうか、うん、デクンダ持ってんの結構貴重で、ベリスのねデカジャもね貴重なんだよな結構な。これどうしようかな、もうちょっとレベル上がるけど、まあマハブフーラー消して火炎紅葉でいいかなとかって思ってますね。普通に育てる、うん、OK じゃあ一旦切ります。昼休み頑張った。さてと、というわけでまあ戻ってきたわけですけど、うん、45か、うん、火炎紅葉で次何を覚えんだろうな。やっぱでかあと 1? ギリ上がんなかった。うん、鳥なし。とりあえず永眠の誘いを覚えて消化させたいっすね。うん、あと何を覚えんだろうね。サキュバスかわいい、パズスこいつもちょっと育てたいしな。うん、っていうかあれか、今メンバーにあれか回復系いね、やばいな、リフトマ、うん、あとブラックウズがなんか仲間になりました。ほんでオンコットか、うん、多分42とか3で進化するのかな。うん、どうしよっか。まあ一応あれだよな、やっぱあのうん、サケバス一回外して、ほんであれパズス回復系、せっかく作った回復要因チャクラとメディラマを持っている、こいつはなかなかできるやつだぜ。あれどこ行くんだっけ。ああまっすぐ行って上はいいね、攻撃使わなくて。今どんくらい残ってんだろう、20ぐらいはあって思うけど。23買いすぎたマジで。マニアックスの時はあんまり、いやでマニアックスそもそもあれだ、金あんまかけられねえんだ。攻撃がたとえ100円だったとしても300円になってしまうからな。300マッカ、うん、以上。でもルートは、いやでもな、次もしもう一周やる時にはもう忘れてんだろうな。さて曲がったまま、一応メラクモをつけております。うん、まあ物理に強い、火炎氷結に弱いか、ちょっときついな。うん、氷結無効、何がいいんだろうな。うん、まあこの先いろいろね出てくると思ったんで、あの精神無効をちょっとつけてるんですけど、うん、どうなんだろうな。でもやっぱイオマンテつけとけっていう話なのかな。いやでもなステータス的になって思うと、やっぱりあのスキルで持っといた方がいいかなと。マガタマどんなの出てくるかわかんねえかな、まだ。しびれんヘルズアイ、ああそうなんだ、ああこれあったな、初代ペルソナに。ヘルズアイやってみるか。あ効かないよな、ごめん気づかなんだ。うわそういえばちょっと気づいたんだけど、このゲームってガル系ないよね。それが残系になるのかな、うん、ってちょっと思ったんだけど、ガルいないよな。あ、上がった。
キルルン、マーブフーラを、うん、地獄の豪華、あいつなんかすごいもん覚えようとしてるぞ。はい、やった、こいつできる。じゃあ早速、いやどうしよっかな、いやでもまあ使っちゃおう、忘れないうちに。体力全開になるだけだしな。うん、良いね、これ大事だよな、なんかすごい嬉しい気分になる。あ、こっちか。いやー、鬼倒さなくてもいけたんですね。うん、いやまあ全然倒すけど、うん、ベリス、一番嫌なのが金まかれるやつなんだよな。だからメバトラ残しておきたかったんだけどな。パライズじゃないんだよなこれ、なんだっけ。そうなんだよ、何でいけるんだこれ。持ってない、もしかしてチャームでもないし、クローズ違う、ストーン絶対違う。あれだ、下げよう。うん、下げます。いや金ね、結構シャレにならない額でばらまかれるから、ドルミーな、エロいぜ。ファイアブレス、あ、効かねえんだった、やべえ、やっちまったなこれ。そう、あいつは炎が効かない、そして電気に弱い、ビリビリしない。うん、なかなかどうして。以上、回復系でパズス入れたけど、そうだよな、攻撃的なあれがないからな。うん、確か精神向こうついてんじゃなかったっけ、サキュバス。とりあえずもう一個か、ベリスも。うん、地獄の豪華、炎系か、覚えたらどうしよっかな。結構なんか良いんだよなこいつ。うん、ロビンマスク、敵全体に中ダメ、クローズ、うん、悪くないと思うんだよなこれ。あ、でも MP30 か、マカラカは残しとき、誘拐、誘拐でいいか、俺あんま使わねえしな。誘拐ってなんだ、どの属性に効果があるんだ。こっちか、うん、いや2回目ですねここ来るの。すげえ、なんか超いっぱい広がってんだけど、行けるとこ超いっぱいある。あ、こっちか。浅草、来ました浅草。うわ、雷門だ。一回だけ行ったことある、小学校の時に。仲見世通り、うん、太耳さんはおるんか、よかったなぁ。ええでもねえね、そのイケアで。お、ただものじゃねえ。こいつすげえな本当に。
え、ここらのドブ川でさらった黒い泥、泥で作られてん。へえ、泥多忙みたいな。ヌーベに昔ね、ね、蘇生させるやつでね、そんなんがあったね。泥と背骨と何だったっけ、お札だったっけ。うん、有能チラソーリー、まあ、一応セーブセーブ。この転送システムほんと便利だよな。うん、便利っていうか、ぶっちゃけこれなかったら結構きついか。ブラックウズが仲間になって、そうだな、ウズメとなんかとりあえず敵を合体させて、おお、あんまり減ってないけど一応メパトラ持ってるやつ、うん、まあしょうがねえか。うん、あれだ、お店で買おう。お、ついに10万を超えましたな。うん、俺のあれだな、節約戦術がここに来て、うん、ディスポ、ディスパラ、うん、ニルバーナ、お、マガタマだ、ゲヘナ、火炎魔法、また火炎買っとけ。あ、これで1回出て幸せチケットもらって、ほんでもう1回入る、これ大事。値段分でくれればいいのに。あ、いかん、ゲヘナ、売る。あ、10枚になってる。あ、10枚じゃないのか、10円なのか、所持2。なるほど、やっぱどんだけ宝玉林がすごかったかっていうことですよね。うい、邪教の館。あ、伝承、はい、うずめ、あ、合体できんやん、そうか、ゲドか、ポンコット、やっぱ生贄にするしかねえのかな。うずめとパズス、ディオニソス、うん、いやー、ズメ回復役でいいかな。っていうか、どうしよっかなって、パズスだってなまだあんま使ってないしな。チャクラ、会心、テトラリオン、なるほど、やべえな、ちょっと揺らいでるな今いかん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 、まあまあいいでしょう。ああ、マガタマ見よう、それより。あ、間に入ったニルバーナ、ハマの来航、もう名前がかっこいい、運が超上がる。これは宮島、これがあれか、
地獄の豪華、これか。え、すげえ強そう。っていうかあれなんだよな、ないって言ってたんだよね、俺のところに、あのね、攻撃手段が。とりあえずあの雄たけびとフォック、あと精神無効、俺勝利の息吹そんないんないような気がしてきたんだよな。うん、あの勝利のあれだったらちょっといるけど、いぶきね、あのね、ペルソナシリーズのいぶきと間違えちゃってね、うん、そういえばあったなと、うん、気合もあんま使ってねんだけど、いやーでもどうなんだろうな、うん、地獄のラクンダか、ラクンダもな、主人公が打っていいのかなって、俺補助系すぎるんだよな、うん、その辺を考慮した結果、ていうかこれめっちゃバランスよくね、氷結に弱いのか、それ以外はかなりいいな、バランスめっちゃいいな。っていうかもう上の段のやつ消していくか、うん、火炎耐性とか絶対俺つけねえかんな、なんか全部やってったらいいことあんのかな、わかんないけど、反撃でもなんかつける人とかいたけどね、うん、まあそうだな、この下の段のやつで適当に、なんかもう鎌の来光、名前が気になってやべえ名前が気になってやばすぎる。いや絶対強いでしょ、うん、ぶっちゃけ呪殺無効はあった方、あなんか浜無効よりはどうなんだろうな、まあわかんねえけど、あれないのかな、だからホムンクルス的なものないのかな、そんな都合いいもんねえかなこのゲーム、うん、ほうなん、あ頑張って店、お出口、あこれであれか、だからあんないっぱいあったのか、あガラクタやんじゃん、ウィー、マジか、おお楽しみにしておりますよ、あれか、はいよ、やつだったら成功するだろう、うん、老人、あお前はあっこにいた、うん、当然だよ、ぼちぼち、ん、どうじゃい、その後の調子は、はいいいえ、はいいいえなのか、じゃあはいで、うん、ほんとか、ベリーグーじゃない、あやっぱ太耳さんか、さすがですよ、三船城、わかりましたんで、ほうなん、ここは、うんうん、 G お前病院にいただろう、うんうん、一回出てみる、ああ門なのか、うん、ほんでこういうとこに出れるわけね、いやまだとりあえず中探索するか、なるほどね、お、マジで？怖いわ。そんなんおるんですか。うん、ああ。あ、子供だ。この先わかりましたんで、ありがとう、なるほどなるほど、
この先一回外通らんといかんわけですね。これかな。うん、うん、東京全体に目を向ければ、うーん、せやな。いろいろ考えてんだな君らも。オルトロスか。ハイアブレス効かねえだろうな。俺のパーティー相変わらずの羽ばたき勢だな。しびれない。うん、呪殺属性。うん、呪殺か。うわやべ、よりによってぬー。羽ばたき、うん、安いぜ。いや、おい、やべえな。くそ、今の曲がったまだと。うん、どうしよっかな。村子も物理に強いけど、浜向こう呪殺に弱い。ニルヴァーナ全部プラス3だ。火炎吸収、氷結に弱い。地獄の豪華超覚えて。ほんでパズス、うん、頭がちょっとか、あ、レベル、ゲヘナ炎系か。知らぬいのパワーアップ版みたいな感じなのかな。うん、火炎氷結、あ、二属性はちょっとな、厳しいな。とりあえず僕はちょっとこのハマの雷光というものを覚えたいんですけどいいっすかね。雷属性なのかな、雷光って言ってるから。うん、ナイトメ、うん、それやで。なんもね。あ、小玉とかもいる。平和だ。あ、やばい、キューマしとけばよかった。6。おう、そうだよな、よく考えたら確かにガル系の、うん、なるほどね。見ねえなとは思ったけど、あれ出口になっちゃった。もうちょっと探索しよう。あ、四つ仕込め、赤火じゃ焼く。あ、山本仕込め、大丈夫だよな。ちょっとあの、勧誘をしてみようかと。誘拐するか。あ、ごめん。今、満員か。そうか、満員か。仕方ないね。なんか作るか。ただね、なんか作るにしてもちょっとね、ベリスかな、地獄の豪華はちょっと覚えさせたいんですよね。うん、スザック、ピシャーチャとかいいか、そろそろ。さっきまでリベラマン覚えたしな。ピシャーチャ使うか。ピシャーチャちょっとあの思い、まあ、だいぶ個人的なあれでずっと入れてたんですけどね。
ダン食らわないから放電映像ホルトロス、やべえな、回して9万やんないとな、俺の戦術が。あ、上になっちゃうか、下の端っこ、あっち行こう。うむうむ、部屋がいっぱいある。